森田上げてくる、ゴール前深く上がってキーパーが出るがこぼれてくる、詰めた、押し込んだ、最後は染めろか、ね、その前に川村も潰れてましたね、しっかりボールに対して反応して、全員がこのセカンドボールに素早く、左足のコーナーキック、橋本のキックです。ヘディングは足を合わせた、決まった、山内先生よく合わせましたね。先制点は田中、風に合わせようとしたのかなという軌道ではあったんですけども、その後ろフリー、さあキッカー吉田、今度は後ろに入れてきました、頭で落としたところ、こぼれたカルロス・グティエレス、少しみんなを前にさせて、はい、ですよね、いやもう本来ならもうちょっと前に一応見ながらのつなぎということになります。さあ黒崎が前に出ました、中3人入ってきます、黒崎かわして左足、もう完璧にイメージ通りですかね、はいはい、ちょっとドリブル長くなりましたけどね、かわした時にまあ相手がねちょっと滑ったっていうのももちろんありますけど、まあ、うまくコースを狙って素晴らしいゴール、内側斜めに入ってきたのは黒石が、ね、入っていったんですよね、さて今度は前に出ました椿、折り返して木下、はい、背後はやっぱりちょっとなかったですよね、ここでやっぱり背後を取ったのが素晴らしかったですし、はい、でキーパーとディフェンスラインの間にね、さあ富山決まりました、87分、富山 PK、 水戸同点です。もう完璧にコースを狙った、はい、ね、素晴らしいシュート、ここは今大島が見ていますが、間に高岸こぼれている、シュートが来た、近寄っていって、これ川田はね、はい、キャッチこぼれたところをね、ダイレクトで浮かせて岩上落とす、チャンス加藤、背負って加藤入れてきた、プッシュ、そこに誰か一人いてくれっていうようなパスでしたけれどもね、はい、中村大輔もあそこ体をしっかり寄せているので、はい、頭をゴール、少しディフェンスがボールウォッチャー気味なのか、あまりにも加藤を振りにしすぎてますよね、セットプレーのディフェンス、ここも思い切ってディフェンスラインをご覧の通り上げます、中村敦孝、柔らかいボール、ヘッディングシュート、決まった、ラインに引っ張られてクリスチアーノをフリーにさせてしまいましたかね、はい、さあ今度は右から入ってきた、浮かせた、ここに鋭く反応しました長倉です、しました、もう最初から3バック、まあ、5バックで対応するようなポジション取りですね、そうですね、平松です、おお、平松チャンス、平松だー、いやー見つけて思いっきり振り抜きましたね、右足を、もう一回これ拾っていきます、そして福村、このクロスはどうか、ヘリングシュート、どうだ、先制ゴール FC 琉球、いやもう本当に琉球のボールの動かし方の形からですけど、あ、この福村選手やっぱ質ですよね、まあ、それに対する野田選手の田辺、そしてヒントも入れながらクロスまで行くが、このボールを拾ってさあ戻した、シュート、決まった、同点、いや本当にいいシュートでしたね、まあ、もちろん田辺選手のここのボールを一人で運んだってことが大事ですし、まあ、これに対して千葉も人数かけてましたから、まあ、しっかりと高木選手も前向きの、逆にカウンターなるか、千葉、さあボールが出ました、チアゴ・デ・レオンソ、チアゴ・デ・レオンソかわす、シュート、決まった、シュート、決まった、キーパーよく飛びついたんですが、その下アウトですね、右のアウトサイドで逆サイド押し込みましたね、
ここ河合のシュートー決まったー、チアゴから河合先制点は岡山。中への折り返しですよね。少し秋田の方もボールウォッチャーになっていったんだと思いますけども、河合選手はねうまくフリーになって、さあ今度はカウンター秋田、青木スタートで速い、斉藤、斉藤独走シュートだー決まったー、秋田同点。青木選手を収めてだいぶちょっとスペースがあったかなと思ったんですけどもね、一気に加速して香川から竹、竹を収めた、ワンタッチでサクロス小暮、うわあフリー決めた秋田、ここで逆転。少しマークつけていませんでしたね。後半アディショナルタイム、秋田が逆転ゴール。川井歩夢拾って前見てます、野田を狙っていく、野田が飛ぶ、ディサロー決まったー。しっかりとこう合わせ切ったところがしっかり、まあね、枠を捉えたっていうところもね。ここの落下点にはディサロが追いかけていく、おっ と, おっとこのボールディサロが追いかけていく、ゴールに吸い込まれていった。まあ、プロの中でもこう起きるっていうところはねなかなかないですけどね、声でカバーできるところですけどね。とここはボール失いました。さあここは南から入ってきてチアゴ・アウベス、もうこれはもう自分たちの、まあ、軽率なミスですよね。まあ、落ち着いて決めた。後の方がまだこう仙台の立ち位置をつかめてない人ですね。さあここにハチスカスルーパス受けてシュートいった、決まった。左から右へ持ってくるところのスイッチのところと、まあ、前線2枚いることの良さが出ましたし、まあ、その前の中山仙台に対して仕掛けてくるのは中に入れてくるヘディング、ここは同点に追いついた。まあ、ここのねゾーンに対する増田選手の入り方でしたね。まあ、我慢してペナルティーボック、残る一つの枠6位をかけて勝ち点3を巡るこのコーナーキック、ニアサイドにヘディングだ、ホギーニョ。まあ、遠藤選手のキックの質は本当に素晴らしかったですし、まあ、キーパーの佐藤優也選手を出させない。内村から1本、中村拓海触ったボール杉浦左足ボレー、少しゴールの位置は見てると思うんで思い切って振り抜きましたよね、はい、で背中におそらく横浜 FC の選手感じてたと思うんですけど、瞬間的に少し時間はあるなっていう感覚で藤村はスペースを見ていた。杉浦恭平、中林、大石も来る、杉浦から林が来た、追加点。でこのドンピシャのゴール、まあ、最後はおそらく飛び込んできたブロダーセンの股抜いてると思うんですけど、落ち着いて決めましたね林、飛び込んできた。杉浦落とす、林、左から松本が来る、自分で行った、こぼれた。もう打った時から松本博也がしっかり詰めてますから。足元つける長谷川、長谷川、長谷川、つながった、クレーム1点返した。一緒に行きました、そこに対してしっかりとインサイドでまあ、クレーベ流し込む、まあ、受けた場所がすごく良かったですし、一つ手前のやわらかいボール、クレーベー、シンプルイズベストなんですけども、まあ、立つ場所とやっぱり身体的な強さ、少し側頭部あたりに当たって、石谷から児玉に一度当てる、外に開いた新井のクロス、こぼれた、浜下のシュート。いや、徳島の形にはなりました。ここの斜めの小玉に入れるボールは非常に良かったですね。それで、大宮のディフェンス完全に中、今ゴールから一番離れた位置、後ろから抜けてきてシュート打ってきた、このまま決まりました。少しブラインドの中でしょうか、どうでしょう、もう一度見てみます。完全にデザインされたところですね。右サイドで受けるのは浜下、中切り込んでいった、2人かわして、さあゴール前に藤尾が入ってくる、その藤尾へ再び突き放しました。いや、
この浜下のドリブルが素晴らしかったですね。少しテンポを変えてパスではなくて自分で切り込みました、はい、また藤尾のポジショニングも足元収まった。中には藤尾、逆サイド西谷、クロスが来て西谷のいるところ藤尾、藤尾が体に当ててそのままゴールネットに出した。クロスの質もそうですけどやはり藤尾の高さを生かすクロスですね。ここで溜めて溜めて高いボール完全に勝つだろうというそういういいボールが通っていった。リラの前に来た、残した、ここでマッチアップ右足で強烈だ、強烈でこう周りのいい状態の選手をしっかりこう使えるっていったところ、はい、まあ、それを信じてイゴール選手がしっかり入ってきてゾーンで守る甲府、そこに早め直線的に出た大外、太田俊介折り返す、面白いところだ、ヘディングだ、超えたボールに対してまずやはりここでポジショニングっていったところ、まず競り合いの強さ、こちらは急ぎません、上がりを待って、オーブランダスこぼれてきた、ヘディングだ、最後抜けてから競り合った中でよくクロスにしましたよね。あとは森田選手のこの人に強く